始まりました活弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます映画評論家の森直と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では今回のゲストをご紹介いたしましょう。当番組2回目のご登場となります、傑作逃げ切れた夢の二宮竜太郎監督でございます。はい、拍手お願いします。お願いします。ようこそおいでいただきました。はい、またお会いできて嬉しいです。こちらです。実はね、逃げ切れた夢でカンヌに旅立つ直前、はい、ズームでお話しさせてもらったんですけどね。あ、そうですね。はい。ある企画で、今泉力也監督と、一緒に話したんですけども、カンヌには結構ご滞在されてたんですか？そうですね、10日ぐらい、はい、行ってました。だって焼けてるもんね。あカンヌ焼けですもんね、それ完全に。結構暑かったですね。10日ぐらい結構いましたね。そうですね、はい、じゃあ割と開催期間中がっつりいて。そうですね、最初だけちょっといなくて、結構最後まで、うんうん、あ、はい、最終日まで。あ、はい。じゃあいいものいっぱい見てきたんじゃないですか。そうですね。ちょっとそれも後でお聞きしたいんですけども、はい、今回ね、カンヌ国際映画祭のアシッド部門、はい、インディペンデント映画普及協会か主催の、ね、アシッド部門に見事逃げ切れた夢が選出されまして、とりあえずおめでとうございます。遅れませんながらですけども。ありがとうございます。枝葉のことではね、はい、スイスのロカルノに行ってますし、海外の映画祭に行く機会も増えてきましたよね。やっぱり、ね、あ、本当ありがたいことに、はい、やっぱ面白いですか？そうですね、やっぱ貴重な経験だなと思いますね。はい、そう、当番組はね、前回これまた傑作でしたけど、お嬢ちゃんの時に出ていただきまして、はい、あれがそう、ちょっと調べてきたら2019年の9月だから4年弱ぶりなんですよね。はい、こうやってお話しさせていただくのは。で、まあ、公開のスパンとしても4年弱ぶりと。で、魅力の人間っていうね、2012年の PFF アワードで準グランプリを捉えた長編からすると、今回で4作目の長編ということになります。で、そういえばお嬢ちゃんでお話しさせてもらった時に、はい、もうそのここにありますけど、フィルメックス新人監督賞、企画コンペですよね。それでそのグランプリをもう受賞していて、次はその逃げ切れた夢っていう課題でこういう映画を撮るんですよってことを おっしゃってたなってことを思い出しました。あ、そっか、もうその時、ね、だいぶ前になりますね。そうそうそう、はい、だからもうその時からだから動き始めてはいたってことなんですよね。そうですね、うん、まあ、脚本はあったっていう、まあ、けどそっか、何校目かの脚本はあったってことだと思います、うん、はい、そう。でも制作はもう決定しているみたいなことをおっしゃられたので。そうですね、はい、じゃ結構そっから時間かかったんだ。なんかそうですね、作れるか作れないかみたいなこともあったり、うん、やっぱコロナ禍に入ったっていうのもあって、あ、そういう影響もあると思います。はい、うん、じゃあ本当4年弱かかって、はい、でもやっぱり素晴らしかったですね。じゃあちょっといろいろ細かくお聞きしていきたいんですけども、はい、本当毎回いいんですけど、今回もちょっとやばいなっていうぐらい傑作だと思います。あ、ありがとうございます。めちゃくちゃ良かったです。いや、嬉しいです。本当率直にありがとうございます。はい、評判いいでしょう。でも見た方の、そうですね、うん、はい、また今までとは違うご感想を、ね、うん、確かに確かに、はい、うん、そう、今ね、新宿武蔵野館のエレベーターにそれこそ今泉さんとあと三宅翔監督の推薦コメントもバッと出てたりしますけど、これは確かにでも、はい、辺のもうそれこそ同業者が嫉妬するようなレベルだと本当に思いました。あ、ありがとうございます。はい、いや嬉しいです。でちょっと本当いろいろお聞きしたいんですけど、はい、今回そもそもなんですけど、三石健さんの宛て書き、三石さんの主演映画をご自身でもう作りたいっていうところから始まったっていうふうにお聞きしてるんですけど。あ、はい、そうです。だからもうあれなんですよね、豊島圭介監督の、森山中教習所、はいはい、2016年の、あ、もうそんな前に、そう、これでご共演されていて、そこからさらにこう三石さんのことが大好きになっちゃってみたいな流れがあった。そうですね、けどもその前からなんですけども、うん、それも偶然も豊島監督のおかげで、はい、初めてお会いさせていただいてという、はい、けどその時はまあそうですね、なんか打ち上げぐらいの時にちょっと酔っ払った勢いでなんか好きですぐらい言っただけで、
そんななんか打ち上げで告白がしちゃったみたいなノリで。そうですね、はい、っていう覚えはありますね。そんな豊島組の時はそんなめちゃめちゃ長い時間一緒にご一緒にいたわけではないってことですよね。あ、そうですね、あの、うん、一日さんがヤクザの親分、うん、自分がまあ下っ端で、はい、見てます。あ、そうです、はい、あ、一日さんがお芝居されてるの後ろで見てるみたいなそういう感じでした、はい、今は同じ事務所で、その時は違ったんですか、ドンギュではなかったんですか。あ、自分はそうですね、あの事務所っていうのは入ったことがなく、まだその、そうか、2016年段階で、はい、でも全然あのその入るなんてことは全く考えてなかったです、はい、そうか、だからさらにこうお近づきになれた三石さんということで、はい、うん、でもそのご共演される前からお好きだった。はい、そうです、うん、はい、特に好きな作品とかございますか、三石さんの。そうですね、もう本当にもうこれっていうのよりももうとにかく三石さんが出てたら何でも見るみたいな、うん、もう出てたら見ようみたいな感じ、うん、あ、そうですね、そういう、そうですね、やっぱたくさん出られてるのでちょっと選べないっていうのはすいません、こういう時になんかパッて出なくて。でもそれこそ、はい、本当ガチファンですよね、三石さんが出てたら見るっていう、はい、そうですね、うん、はい、で魅力っていうところで言うと、あのそのお会いする前とかからどの辺に感じられてるんですか、特に。そこまで、あ、そうですね、うん、魅力、あ、もうそれ、まあお芝居が、うん、あの素晴らしいってもちろんなんですけど、はい、なんかその、まあ、どの作品においても、うん、そのなんかそこにいるような感覚といいますか、うんうんうん、確かに、うん、だからまあそうですね、なんか自然っていう一言言ってもちょっと違うかなっていう思いもあるんですが、なんか映画の中にいる三石さんの佇まいみたいなものが、そうですね、もう大好きになっちゃったっていう、うん、それを見たいっていう感じなの。そうですね、はい、うん、うん、じゃあ主演だったら、しかも自分が撮ったらずっと見てられるからっていう。そうですね、そういうのもあったと思います。はい、逆に言ったらそのご自身で撮りたいっていうことで言うと、こういう使い方したらっていう、はい、あの監督として、はい、もうよりいいのになっていうようなアイデアもいろんな三石さんを見ながら湧いてきたっていうところもあるんですか。あ、こういう、あ、いや、けどもうそう、こういう、いや、もう本当にそのままの三石さんを映してぐらいな、そうですね、うん、なんかそういうなんか、うん、なんか特別な考えとかなくて、もういっぱい見たいっていういっぱい出てほしいっていう、はい、あ、素晴らしい、映したいみたいな。いや、いいっすね、はい、めちゃめちゃいいなと思います。 ありがとうございます。で、そこでその でもその豊島組までは面識はなかったわけですもんね。あ、そうですね、うん、はい、で自分は実は映画監督もやってましてみたいなこともそこでお話しされたんですか。いや、全くお話ししてないです、はい、あ、そうなんだ。あ、でその前、多分後からに、うん、その三石さんにあの事務所宛てに、はい、DVD をあの自分の監督した、あ、どれですか、はい、あ、枝葉のことっていう、あ、でももう時期的にはそうですもんね。あ、そうですね、うん、そうそうか、2010、あとこのちょっと後に、あ、そのあの時あのヤクザでご一緒させていただいたあの射程をやった、あ、そうです、あのなんか陳竹林なんですが、あの実は映画撮ってまして、あの、うん、三石さん見ていただきたいですっていう お手紙と、いいですね、はい、はい、しかもそれはもう監督主演ですもんね、枝葉のことを。あ、そうですね、うん、じゃあちょっと見てください。そしたらお返事をいただいたという流れ。そうですね、はい、うん、いいお返事でした。あ、それが三石さんがあのはがきで、あの自分の自宅に、あの、マジですか、よかったです、三石県っていう、よかったです三石県はい、っていう、はい、泣けますね、それは。そうですね、それも額に入れて飾ってるぐらいの勢いじゃないですかよかったです三石県というハガキが。そうです。うん、でその DVD を見ていただいたのも、うん、あれ事務所にも送らせていただいたんですけど、はい、あの見ていただいたのは、うん、まあ、この見え切れた夢の美術をやってくださった、はい、福島直子さん、はい、福島さん、はい、もうカンヌにも一緒に行って、あ、今回仲良しの方が、はい、当時まだ自分が出会ってない時にこう人づてに、うん、二宮さんという人が、ええ見てほしがってるっていうのは、三石さんとはすごくなんか仲良かったそうでしたので、はい、はい、うん、あ、そうなんですね、はい、それで渡してくださって、そうですね、それで三石さん主演ですけど福島さんもご一緒できて、そっかそっか、はい、それで、素晴らしいですね、そうですね、映画つけたのがすごく
嬉しかったですね、はい、そうで、はい、その枝葉のことには今回その三石研さんが演じられた主人公、まあ、末永周平の、はい、もう一人のモデルでもある二宮さんのお父さんが本人役で出てるじゃないですか、はい、あ枝葉、あそうです、ね、枝葉のことの方ですよ、はいはい、うん、つまりあの最初演舞で撮られたあの短編の楽しんでほしいでも出られていた、あ、はい、え二宮哲夫さんでよろしいですか、あそうですね、二宮哲夫でございます、はい、二宮哲夫さんが、はい、ねそこでもその三井さんが見た映画の中にもう一人のモデルがいたというね、これ面白いで、定時制高校の先生を、はい、あの二宮哲夫さんは実際にしておられたという、あそうですね、はい、であの三井試験プラス二宮哲夫のミックスが末永周平になったっていう、あそうですねってことでよろしいんですか、そうですね、あの三井さんに、うんうん、の職業を考えた時に、はいはい、まあ、自分の父親がやっていた教師っていうのを重ね合わせたく、うんうん、はい、そうですね、もうそれ以外考えられなかった、ね、それ以外考えられなかった、はい、その心は、そうですね、なんか特別な映画にしたかったんですかね、うん、なんか、はい、っていうぐらい、はい、二宮さんの映画の中でこのお父さん哲夫さんの存在ってめちゃくちゃ大きいですよね、あそうですね、うん、はい、だってほぼもうお父さんへの思いみたいなことが大きな主題の一つになってるっていう気はずっとしていたので、ああありがとうございます、うん、はい、今回はだからちょっとそれそこもその三石さんに掛け合わせるみたいなところはやっぱりあったってことなんですか、そうですね、うん、はい、あの三石さんから伺った、うん、今までのお話と、うん、自分と父親との、うん、はい、思いだったり自分の考えだったりっていうのを、うん、うん、詰め込んだ作品になってますね、うん、はい、それこそお父さん哲夫さんびっくりしてませんでした、あそうですね、けどなんかもうずっと、うん、その父親の影響を映画に入れてるので、うん、はい、なんかもう慣れてる感じですね、え今度は俺出ないのみたいな感じではなかったんですか、実はあの出てる最初のあの、三井さんが、はい、あの介護施設の施設のシーンに、はい、あの後ろに実はちょろっと、マジですか、全然気づかなかった、まあ、気づく方がおかしいですけど、はい、あの施設のシーン出てるんだ、あそうです、哲郎さんも、はい、聞いてよかったな、はい、そうなんだ、ちょ、 ちょうど三井さんと三井さんのお父様とその後ろに、そう、あの周平のお父さん役、三井さんの実のお父さんなんですね、あ、そうなんです、はい、あのじゃあシーンすごいですね、あのフレームの中に、そう、夢の共演夢の共演、はい、自分だけの夢かもしれない三井さんと三井さんのお父さんと二宮さんのお父さんが同じフレームに入っているのを監督として撮っているという、そう、ちなみに母親も入ってます、ね、やりたい放題にそういうとなんか言葉が悪いでお母さんはもうあのフレームの中にいるんですか、はい、それなりちょっと出してよっていう感じだったんですか、いや全くあの自分があのであの一緒に出るみたいな感じで、そうですね、はい、マジですか、面白い、めっちゃ笑うわそれちなみになんですけど、はい、この末永周平っていう役名って何か由来あるんですか、そうですね、うん、いやこれと言ってって言い方あれですけど、はい、もうパッともう感覚、あそうですね、うーん、周平は最初から周平でしたね、なんでなんでしょうね、でもそれ以外ないっていう感じで周平がいいと思ったの、そうですね、うん、はい、いつもその役名決める時っていうのはその感覚ですか、はい、なんか誰かから持ってくるみたいな感じはない、あっていうのも全然あったりあるんですけど、そうですね、やっぱ感覚っていうのは大きいかもしれないですね、へ、はい、もういろいろちょっと聞きたくなってきたんですけど、はい、実際お父さんと仲いいんですか、二宮さんってこれが仲いいんです、仲いいんだ、はい、そうですね、映画だとすごいなんか複雑な葛藤を抱えてらっしゃるように見えるんですけど、はい、実際は別に仲いいんだ普通に、そうですね、まあ、今日はそのあのまた若い頃は、まあ、いろいろあったこともあったんですけど、もうはい、もう
年取ってもう今は最高みたいな、あ、そうですね本当に映画も一緒に出るしみたいな、そうですね、 いいですね、はい、そうで今回映画 その辺のね、でもあのミックス感が僕今回やっぱりすごい興味深くてお聞きしたかったんですけども、はい、今回その映画の舞台もその三井さんの故郷である福岡県北九州市の黒崎、はい、脚本を書いた時にはこれね、すでに黒崎も見て訪れて見てから脚本書かれたんですか。はい、三井さんって映画が作りたく、あの、はい、三井さんがあの劇中に出てくるあの、うん、黒崎商店街 PR コンテストっていう本当にあのあった あれ本当にあったんだ、中に出てくるあのやつが松重さんと、はい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 、話されてる、うん、それが本当にあったで、うん、その時 の, あの審査員、審査委員長を三井さんがするっていうお仕事 で黒崎に戻られるっていう時に自分が、ちょっとあの、うん、ついていかせてあ、ついていっちゃったんですか。そうです。それいつですか。それが、2018年8とかか。そうですね、あ、冬になりますね。じゃあこのフィルメックス新人監督賞に応募する1年ぐらい前の冬、うん、はい、そうです。もうこの企画、これも全くこれに向けてとかでは全くなかったんですね。何にもない状態で、もう はい、とにかくただついていって、でその時にじゃあまだ三井さんの映画を作るっていうような、はい、考えっていうのはなかったんですか。あった、あ、それともあった。あ、そうです、あの三井さんで映画が作りたく、うん、だとしたらもう三井さんの、その、うん、生まれ育ったところを舞台にしたいと思い、三井さんがどういう、ここで育って何が、どういうことがあったのかっていうのをちょっとあの取材を、もうリサーチを、そうですね、あのちょっと、なんか結構強引にやっぱねあの三井さんもその同じ事務所に入ってきた、あ、そうか、もうその時点では鈍牛にお二人ともいたという、あ、そうです、あ、それでいろんなタイミングがあるんですね、はい、結構三井さんの中で好き好き言ってるやつが自分で映画を作りたいといい三井さんもじゃあその、はい、俺が主演で映画を作りたいって言ってるんだみたいなことはもう認識しながら、じゃあお二人で黒崎に旅されたってことですね。そうです、はい、でも優しいですね。優しいですよ、ね、本当になんかよくわかんないやつがよくわかるやつじゃないですか実際そうですね、まだそれはこんな形になる前ですから、正直よくわかんないやつがなんかついてきてんなみたいな感じですもんね。そうですね、まあ事務所の後輩とはいえ、はい、でもそのそうなんですよ、なぜそれ聞いたかというと、はい、お嬢ちゃんの時の鎌倉、あれ鎌倉のお生まれでしょ。あ、そうです、はい、だからでその枝葉のことは横浜の二俣川で、はい、言ったらよく知っている地形で捉えてきたわけじゃないですか、これまで、はい、で今回も映画見てなんか地元の人が撮ったみたいと思ったんですよ。あ、そうか。というのはやっぱりその生活圏の地形を生かした撮影空間設計といいますか、はい、まあ、観光客要素ゼロだなみたいな。あ、だからこれいやすごいなと思ったんですよね。 ありがとうございます。だからやっぱりあの黒崎に実際に行かれて、そのなんだろう、生活空間としてこう一回インストールしてから脚本を書いたっていうような感じだったんですか。そうですね、そういう、今思えばそうだったのかなという、はい、それで三井さんと一緒についていて何してたんですか散歩みたいな。散歩でなんか、そうですね、あのもうこの劇中にも出てくるんですけども、その三井さんの、そうですね、あの町を案内するという商店街行ったとか、はい、もう本当にそのまま自分が、はい、あ、ここが小学校、あ、ここでお生まれにあ、これを食べてたんですかあ、実際に、はい、その三井さんが高校まで過ごした黒崎の案内をしてくれたみたいな感じ、はい、そうですね、もう案内というかもう本当にそのコンテスト の, その審査員をやるまでの時間をプラプラこう、はい、のんびり歩かせていただいて、いろいろ
はい、お話を伺いました。でもそれが全部取材とロケ班になってたわけですもんね、結局。そうですね、はい、そうですね、はい、すごい面白いですね。そう、なんかじゃあ結構そう、資料でも三石さんからお聞きしたご本人の思い出もかなり脚本に込めてるって書かれてましたけど、はい、じゃあ場所っていうことに関してももう三石さんがよく知ってらっしゃる場所を写してるってことなんですね。あ、はい、そうです、うん、まあ、もちろんね、その高校まで過ごした場所だから結構時間は経ってると思うんですけども、うん、それでも あの辺ってそんなに、なんだろう、地形とかはまあ変わってないようなノリなんでしょうか、どうなんでしょうかね。なんかおっしゃってました、うん、あ、そうですね、やっぱりけども、うん、時間が経って、ここは、昔はこうだったけど、うん、こう変わってったとか、そういうの、うん、そういう話も聞かせていただき、はい、AI も変わりました、はい、この辺はだから あんまり変わってないなっていうところとかもあったっていうことですか。そうですね、うん、うん、あ、けどやっぱり変わってたものが、うん、うん、そう、結構年月がね経ちましたもんね、うん、ただそうですね、うん、三石さんのそのなんかやっぱね、思い出は変わってないと言いますか、うん、なるほどなるほど、はい、はい、その変な緊張の仕方が4年前とあんま変わってない気がしたけど、ちょっとなんか恥ずかしい、なんかね、恥ずかしい、なんかおしゃれなことを言おうとしちゃった、言わないでください、そうそうそう、何をおしゃれなこと、はい、失礼しました、なるほど、はい、でも本当そんだけもう三石研もラブに満ちながらも、はい、でも別に全然かっこよくない主人公っていうのが僕すごい良かったなと思います。あ、そうですか。それ素晴らしいですよね。なんかもうちょっとそのなんかパーッとした主人公になるのかなと思ったら、三石さんご自身は何か言ってませんでした。割と冴えない主人公じゃないですか。あ、そうですね、うん、けどそのうん、なんかそこもう、いや、もう本当脚本を読んでくださって、うんうん、もうとにかくもうそのそうですね、だからやっぱこの、うん、いい人にも悪い人にもしたくないっていうやっぱ自分が思いがありまして、はい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 、三石さんもそれをもう自分が、言わなくてももう本を読んで理解してくださって、うん、本当やりがたかったですね、はい、そう、もういい人にも悪い人も何とも言えない主人公 でしかも三石さんのパーソナルなことが山盛りなんでしょ。あ、そうですね。けど、うん、すごい脚本ですよね、それ思えば。けどそれはやっぱエピソードとしてという、うん、やっぱ三石さんこういう人間ではないので。そこは誤解なきようにみたいな、ね、フィクションですよっていう、その中にという、うん、はい、読まれ三石さん、じゃあ最初に脚本読まれた時とかでどういう反応だったとか覚えてらっしゃいますか、はい、いや、そうですね、うん、あ、けどなんか一つ的に面白いねって言ってくださってるって聞きました。直接聞いたんじゃなくて、一つ手に。あ、そうですね。あ、やっぱ緊張しました、はい、最初に読んでいただくときとか。あ、そうですね、うん、けどもうお願いしますっていう感じだったんで、はい、でその後ですもんね、はい、このフィルメックスで企画コンペで一等賞で、あ、うん、いや、すごい、うん、そう、今回のだから主人公周平なんですけど、はい、まあ、記憶が薄れていく症状に、まあ、見舞われると、はい、で自分の人生をまあ見つめ直すみたいな、まあ、流れにはなるんですけど、はい、これそのね、菅野行く前の 今泉さんとのズームでも僕ちょっと言ったんですけど、これ黒澤明監督の生きるを変換したものじゃないかっていうふうにまず僕パッと思ったんですよ。で野宮さんにお伝えしたら意識してなかったと。うん、はい、ただその、まあ、指摘されることは多々いくつかあったと。そうですね、何回か、うん、はい、でその後なんですけど、僕ちょっといろいろ見てたら、カンヌのアシッド・ムーボーの選定委員から、トルストイのイワン・イリッチの詩がの現代版みたいな、はい、言葉がレビューがありまして、うん、でそもそも黒沢の生きるの元ネタ家のトルストイのイワン・イリッチなんですよ。なんらしいですね。ね、そう、はい、いわば同じ話で、うん、その病気、まあ、死を自覚した主人公がうんぬんという話なんですけど、はい、それ意識してなかったんだとか思って。そうですね、うん、全くそうですね。そこは、はい、
そっか、指摘されてどうですか、なんか生きるとかご覧になっていらっしゃるように思うんですけど、うん、そうですね、けども見たらもう、うん、多分20年近く前ぐらいで、ね、ああそうかそうか、あけどもちろんなんか思ってはいるんですが、うん、あいや全然嬉しかったです、その、あ、うん、すごい、でもその生きるってすごいその、まあ、姿勢の人を描いてはいるんですけど、はい、まあ本当立派なことをやろうとする、まあ、最近ビル・ナイ主演でリメイクもされましたけど、うん、なぜ立派なことをしようというふうになる感じなんですよね、はい、でもこっちの周平さんは全然立派なことにならないじゃないですか、あだからやっぱりこっちの方がリアルだなっていうふうに思ったんですよね、それで僕ますますなんか好きになったんですよ、 ありがとうございます、うん、いや嬉しいです、でもそのなんか、自分の人生を見つめ直すって言った時に、はい、やっぱりちょっとそのなんだろう、そのストレートにそれをやれば本当生きるとかトルストイになると思うんですけど、うん、なんかこういうそのなんかよく分かんないような主人公を描くっていうのは、はい、どういった発想があったんですか最初に。そうですね、その、うん、やっぱり一人の人間の人生を、うんうん、現実的に描いた上、まあ、できる限り現実的に描いた上で何を描けるかっていう、うんうん、思いが最初からあったと思います、はい、でもその三井さんプラスお父、はい、あのご自身 の、 あの哲夫さんお父さんといっても、はい、この周平の基本設定 の、 あの記憶が薄れていって自分の人生を見つめ直すっていうところはフィクションですよね。はい、そうです、はい、そこはどうやって立ち上げていったんですか、そこの設定。あそこは、そうですね、そのやっぱ、人生の映画を作りたいと思い、うん、人生の映画を作りたいと思った。なるほど、はい、うん、でそこに、まあ、一つのその、まあうん、まあ生きてればなんかいろいろ、うん、誰でもいろいろある中の、うん、その一つの部分としてそれを入れて物語を膨らまそうという。なるほどなるほど、はい、その物語をこう膨らます転がすための、まあ、ある種の負荷といいますか、それをグッとかけるときにその設定が思いついたみたいな。そうですね、このとそうですね、あのこの一番最初に、まあ、ちょっとそうですね、これから見ていただく方もいるかもしれないです、喫茶、食堂じゃない、喫茶店じゃなくて、食堂か、自分が撮ったんでしょ本当に撮ったのか、定食屋さんさんでしょ、なんでこっちのが知ってんのよ、出てこない定食屋ぜ喫茶店ではないわあの定食屋さんは、定食屋さん、ね、はい、平賀みなみが、ね、吉本美優さんが勤めてらっしゃる定食屋さん、はい、うんうん、でその、忘れるっていう、うん、あなたが忘れてたけどねあの定食屋さん で、うん、その吉本さんと会計を、はいはい、あのシーンか、忘れたか、はい、あえてやったのか、うん、曖昧ですよねあそこも。で、うん、その定食屋を出て行ってから、うん、財布を取り出した後の行動を、うん、まずこの映画で一番、最初にその考えました、あのシーン。あ、はい、それが、うん、まず最初にこの、その薄らえていくっていう、うん、けど別に、あの後の行動って別に薄れていくからやってるわけじゃないので。そうですよね、はい、うん、そう、これはまあもうネタバレ全開でいきましょうよ。あ、いいんですね、はい、もういろんな取材を受けてネタバレ言うじゃねえやっぱねやろって言われてるかもしれないですけど、はい、そう、これはもう見ていただいた後 の、 解説解題ということも含めたので。あ、すいません、失礼しました、はい、まあ、食い逃げ未遂ですよね、いわばね、あのシーンは食い逃げっていう形になっちゃいそうになったけど、うん、俺払ってなかったみたいな、あのシーン。そうですね、うん、あれ最初か、すごいイメージから出ましたねまず、うん、そうですね、うん、でそうやって、払うの忘れてたって言いつつ、うん、財布を取り出して、うん、払わなかったんですね。そうか、食い逃げしてんのかその時点では
なんでその行動を取ったのかっていう、うん、それはなんでこの人間はその行動を取るのかというのを、うん、考えて、そうですね、まず脚本としての核となる、最初の核となるところはそこかなという思いはありました。その着想って別になんか実際の事件とかそういうモデルがあったわけでもなく、そうですね、はい、パッと出てきたんですか。そうですね、はい、天才やん。あ、いや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 、すごいな。すごいですね。でもしその行動を取ったの、うん、で、その学校の先生がもし国入りをした場合、うん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 、どうなってしまうのかっていうのをやっぱその、自分の、元教師の父親だったり、はい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 、今の、友人の、自分と同い年の友人も今定時制高校で教員やってたりして、あ、なるほどなるほど、こうやった場合は どうなってしまうのかとか、まあ、そうですね、そこから考えていたって感じです、はい。そのイフもしものエピソードとして、はい、そう、学校の先生という職業の、はい、人間が食い逃げをやったらこれどうなるっていう、確かにその、まあ、ある種の思考実験ですけど面白いですね。そこが最初だったの、うん、そこからこのじゃ あ忘れていたのかもしれないこの主人公はっていうような風にして膨らんでいった、うん、そうですね、どっちなんだっていう、そこで、うん、その記憶が薄れていくっていう、ことを入れるのであれば、うん、このシーンは絶対言えなくてはという思いがありました。なるほどな、はい、そうだから僕その劇中でその例えば認知症だとかアルツハイマーという言葉使ってないんですよね全然。あ、そうですね、はい。で周平に診断が下るシーンもあるんですけど、うん、見せないですもんね、あの診断を お医者さんからの。そうですねあ、もうあれわざともうわざとってあれだけど意図的にそこはもう全然違う話してますそうですよね、はい、ここはもうでもはっきり、でも今のお話聞いたらすごく納得できます。あ、そうでも本当絶妙で、だから本当ちょっと生きるとの比較になって恐縮なんですけども、生きるの主人公って本当胃がんになっちゃうんですよね、はい、それで本当自分の人生とか死の問題、残された時間とか、まあ、家族とかも含めて、まあ、こう向き合うわけなんだけどただこの逃げ切れた夢の周平ってそのまず自分がぼーっとしてしまうっていうところがすごいなと思って、だからそのちょっとその 立派なことをもし思いついたとしてもそうならないわけですよね、どうしてもね、うん、あのぼーっとなっちゃってやりたいことなんやろねみたいな、ここにもいっぱいセリフありますけど、うん、そういうなんやろねみたいなセリフがいっぱい出てくるから、でその家族との関係を修復しようとするシーンもあるじゃないですか、はい、その坂井真紀さん演じる妻とか工藤遥さん演じる娘、でも全然その相手にしてもらってないですよね、周平というお父さん、うん、あれはなんかどういうふうに出てきたんですか、あの家族からすごい全然相手にしてもらってないのこの人みたいな。あ、そうですね、うん、あ、自分の家族、うん、まあ、自分姉がいるんですけども、あ、はいはいはい、と、まあ、父親の関係も見てきましたしそうなんだ、そうですね、あとやっぱその、うん、とそうですね、自分に近しい人からやっぱ、うん、そうですね、いろんな話をまあ、昔から聞いたりしてて、うんうん、だから絶対全然ありえることだなっていう、はい、それはお姉さんがお父さんに向けていた視線とかが あるいはその周りにいた人がやっぱりベースになっているイメージ。そうですね、うん、はい、そうだから今泉さんも言ってたけど普段の二宮さんがその演舞にいた頃から割といじられキャラだったらしいんですけど、ただ映画を見たらものすごい冷徹に人間観察してるやつだってことが分かって、もう怖いわみたいな話に僕もそれは思いますよ。だからこういう感じで、いやでもめちゃめちゃ観察してんだろうなと思います観察してる感じなんですか、いつも。実は人間というものを、いや自分、いや、まあそうですね、うん、しないといけないところはあると思うんですけど、結構しない方だと思うんですよ本当ですか、マジで。いや、その怪しいな、日々の生活日々の生活では。そうですね、なんか例えばなんかこう、うん、そう、なんか人とかあんま見ない方かもしれない
もうむしろ伏せ目がちで見ないな、見ないみたいな、誰もみたいな。そうですね、なんか、うん、あの結構普段はそうかもしれないですけど、まあその、うん、観察するだけはしてるんでしょうね多分。あ、なんかそれっていうのはもうその観察の目が起動する時っていうのは、それ映画を別に作ろうと思った時にそれがなんか上がってくるみたいな感じなんですか。そんな感じでもないですよね多分。あ、どうなんですか。けど、うん、けど映画を作ろうがなかったら本当に観察しないです、うん、じゃあ映画のためにた、そうですね、まあ、素晴らしいですね。かっこいい文章で、いやけどなんかそうですね、なんか本当にそうですね、普段人のこと見ないっていう、よくないなという思いがありつつ、うん、人のそうですね、そういうところはいろんなとこを映画を作るために 見始めるみたいな。ああ、もうだから人見知りなんて言ってらんないって感じですね。ああ、はい、面白い。監督さんの中には、はい、本当そのなんか周りで聞いてる会話をもうなんかちょっと今書いちゃうみたいな、メモしちゃうみたいな人も実際いたりするんですけど、うん、そういう感じではないんですか。そうですね、うん、そういう感じはないですね。けどなんかあの酔っ払った時とかになんか面白いことあったらメモって、うん、で次の日見たら全然面白くない、うん、そういうことがあるんですけどたまに、はい、あの酒癖悪いんでしたっけ。いや違います、悪くないんです。好きなだけで全然あのすぐ寝ちゃうのに森さんが悪い悪いって言うから。そうそうそう、あの、ね、だからあの二宮さん の, そのやっぱ演者として の, あの回遊ぶりっていうのがあって、もうそのなんかねすごい自分の映画とかでも失礼な人を自分で演じるじゃないですか。そうすごい嫌な人を演じるじゃないですか、はいはい、上手に。そしてご本人だったらこの感じなんで、なんかもう混乱してくるんですよ。あれどっちが二宮隆太郎の本当のみたいな。それで僕は自分が酒飲まないんで、はい、あ、この人は酒癖が悪いんだっていうふうに自分の中で結論付けたんですよ多分ね。ちょっとこのあのね、あのこうなんか気分が良くなるだけで、気分が良くなるだけで、その酒癖が悪いっていうとなんかすごくなんかそうなんか変やばいやつみたいな。やばいやつ。でもそんなことないです。いや本当に演者としてはでも本当その女性の膝の上にいきなり飲んに行ったりとか、そういうのことしてたんです。それだけなってます。あれあくまでフィクションであるよ。もちろんです。それは映画じゃないんです。そう、あの初期ね、そのゲスっていうキーワードをよく二宮さんが口にされていてね、そのゲスを自分で体現してたっていう。自分で言ったんですかね。前から言われてたわけで、自分がゲスですなんて言ってました。なんかそれ多分なんか周りから言われてご自身でもなんかアピールで言い始めたっていう、その頃に多分出会ってるんですよね。あ、あのこういうキャラクターですみたいな、そういう作り上げてたのかもしれないですね。ね、ありましたよね。いやそう、でも本当普段こういうすごい好青年なんですけども、いや、はい、でもいろいろ見てらっしゃって、でもお酒飲んだ時はちょっとリラックスしてちょっと目が起動するようなところもあるし、三石さんに好きですって言っちゃったりするようなところもあるってことなんですね。そうですね。うん、面白い。ちょっとやっぱあのそうですね、普段言えないやっぱ勢いみたいな、ついそうですね、そこは。うん、いい意味でありますね。そう、でもこの僕ね、はい、あの今回の二宮さんの身の置きどころみたいなところがすごく気になって、はい、やっぱり初めて年長の、これ本当よく聞かれると思うんですけども、はいはい、あの年長の男性が主人公で、まあ言ったらお父さん世代親世代の人を主人公にしてる、はい、でもこれまでってあの二宮さんご自身がもちろん主人公を演じられた場合もあるし、あの前のお嬢さん あの萩原みのりさんが演じられた、まあ女性の主人公という場合でもあそこにかなり二宮さんの心情が乗っかってるなっていうのは、はい、まあ見てても思ったし、多分前回そういうお話もしてくれたと思うんですよね、はい、今回はどうなんですか、この主人公、この、年配の年長の男性に二宮さんの感情が乗っかってる部分ってあります。あ、全然あります、あると思います、はい、やっぱりそれありますよね、はい、うん、なんかあのその家族とかのシーンでもあのすごい冷たい目を向けられるじゃないですか周平が、はい、周平がだからその二宮哲夫さん、
三石健さんでもあると思うんですけど、僕の目からちょっと二宮龍太郎にも見えてくるんですよ。あそれってやっぱりそういう感じの置き方ってしてるご自覚とかってあります？あもう全然かなりあります。ああやっぱそうか、そういうふうに見えました。でもそうですね、やっぱ皆さんにバレちゃいます。いやいやいや、でも本当に面白いなと思いました。 ありがとうございます。それってでもどういう感じですか、そのご自身のねシチュエーション、今置かれているあの二宮さんご自身とはだいぶその属性という意味では違うわけですけど、年齢とかも、うん、はい、なんかでも乗っかっちゃうみたいな感じですか、撮ってるうちに。あそう、あ撮ってるうちに、あむしろ脚本ですか。脚本ですね。あそうなんだ、うん、はい、うん、むしろ脚本段階でこれは俺でもあるみたいな。そうですね、もうあの全然この末永秀平が喋ってることは全然自分の思いだったりっていうのも、うん、もちろん三石さんからいただいたものがベースなんですけど、はい、そこに今父親、うんだったりけど、やっぱりその考え方、この人間の考え方っていうのは、うんうん、もう全然自分で、そういうことですよね、あると思います、はい、だからこの三者のミックスで実は出来上がってるのが周平だという、うん、面白い。でこれもまたその今泉さんがそのズームの時にそれある企画の中でおっしゃってたんですけども、はい、これまでのその二宮監督の映画って主人公が不機嫌なイメージがすごくあったって今泉さんおっしゃられてて、それは確かにそう。でも今回は彼はもう本当ぼーっと暴揚としていて、で周りが割とイライラしてる人たちがいるみたいな、うん、ちょっと反転してるこれまでの図式を、うん、あのキャラクター配置だっていうのは確かに僕も思ったんですよね、うん、それってやっぱりそれは年長の男性を真ん中に置いたからってことって関係してます？そうですね、うん、しているのかな、けど決してその本当に嬉しいんですけども、うん、不機嫌にした方がいいと思ってそういうふうにしたわけでは全然なくて、あこれまでもっていうことですか。あそうですね、うんけどまあそうですね、これまでよりもさ、うん、今回の方が、うんうん、やっぱりこの一人の人間とその出会う人間たち、うん、携わっていく中でうん、うん、なんかどうやって何を描くかって時に、うん、やっぱ不機嫌になっちゃってたのかなって。あこれまではあそうですね、だから、まあ、意識は全く何ですかね、不機嫌まあもちろんねそれは今泉さんのお言葉ですか、ね、あそうですね、うん、だからすごくありがたいですけど自分はそこまで意識はしたことなかったです、うんはい、そうかそうということは、はい、もう二宮さんご自身がちょっとやっぱりちょっと心境の変化が起こってるっていうことかもしれないですよね。どうですか。そうです ね、それは、うんうん、やっぱり、うん、年取りについて例えばね好きな映画とかもどんどん変わっていったりして。マジですか、うん、ちょっと聞かせてください。いやいや最近どんな映画好きなんですか。もう普通で聞きたいもん。それ最近好きな良かった映画とかあります？すごい話飛ぶけど。いや最近良かったらちょっとあれなんですけど、はい、その全然昔のでも、うん、あいやてかよく昔だったら良、うん、かったで主に脚本ですよね。脚本で、はいはいはい、昔だったらその入り込めたのが、うん、今だったら許せなくなってる部分ってやっぱ自分がその脚本を書いていくにつれて、うんうん、ちょっとなんかちょっと偉そうなことを言いますから。いやいや、ちょっと例を挙げてくださいよ、例を。いやいや、例、あ、けどなんか本当に、うん、だから昔の映画とかも、なんでこの映画好きだったんだろうとか、最近だと。でもありますよね。そうですね、うん、こんなとんでもない展開に乗れてたんだみたいなとか、ちょっとそういうのはやっぱその年取りにつれて出てきます。それはやっぱありますよね。なんでこんなもん俺好きやったんやろみたいな。あれとかこれなんかあれ前回もこの話してなかったかな。してたかな。森さんとなんかどっかでお話したことあります。なんかあそうかな。なんかでもありますもんね。そうですね。うん、それ結構もろに。さらに怒ってきた感じですか。でもその脚本っていうことで言うと、うんはい、そのご自身でやっぱり書かれるっていうのもあるから、はい、
その、なんだろう、その年齢的な心情だけじゃなくて脚本の組み立て方としてもちょっとこれ今ないんじゃないかみたいなことを思うことも増えてきたっていうところもある。そうですね。それは僕ないからな。なるほどな。そういうのはあるんだ。そうですね。そういう、なんか狭、どうなんですかね、狭くなっちゃってるのかな。よりどういう感じですか、よりナチュラルになってるみたいな感じ、作り物っぽくない方が好きになってる。あ、いえ、全然そういう感じではない、はい、けどなんかその作り物であっていいところと、そうじゃないところっていいますか、そこの、なんかちょっとそうですね、ちょっと良くないな、この狭くなって。いや、そんなこと言わないですよ、なんか、だからやっぱこう、そうですね、だからこう自分、やっぱ自分のそうですね、だからこう、いや、なんでもない、すいません、いや、こうなんか、いや、なんかこう、やっぱ考えることが増えてきちゃってっていう、それがやっぱそうですね、年を取るという。じゃあもうすごい思い出話ですけど、はい、僕はあの「セント・オブ・ウーマン」、ああ、はい、セント・オブ・ウーマン、はい、最初のアルパチーノの、はい、あれがお好きだっていうのをすごいその最初に聞いたのが残ってるんですよ。好きです好きです、はい、それは今も、あ、全然好き好き好きです。ああ、はい、いや、すごい、あれですね、もうあんないつ見ても泣いちゃいますよね。それはやっぱりあるんですね。ちょっとやつらやつ出てくるまでそのこれは OK かこれはダメかみたいなアルパチーノはでもちょっと三井さんと重なるとことかあったりします？そういう感じではない？あー、全然ない。あ、あの映画のところですか？はい。あ、いや、全然ないですね。それは違う。そうですね。それは違うだね。先へ。これはもう、はい、行きましょうか。ごめんなさいね。ちょっと面白くなってきた。ちょっと怖かった。いや、でも本当、その、でもね、僕、はい、その、なんだろう、変化もすごく今回面白く見ました。あ、ありがとうございます。で、あの、そのさっきの吉本美優さん、まあ本当女性キャストの皆さん素晴らしいんですけど、皆さん、はい、あのみんななんかこうなんだろう、こっちにも痛い視線を向けてくる方々ですよね。もう目が鋭いというか、あ、うん、でその最たるものがやっぱその元教え子、平賀南明の、吉本美優さん、はい、もうね、あの教頭先生じゃないですか。でも基本見下されてるぐらいの勢いありますよね。あ、それなんですか、それ見えますか。うん、あ、なるほど、なるほど。そういう感じではないですか。あ、いえいえ、全然、どう、あの見ていただいても、そういうふうにも見えるだろうし、っていう。あ、もちろんもちろん、そう、そういうふうにも見えるんだけど、ただなんかあの先生が、あのでもこの方は忘れてるんですけど、かけてくれた一言を、彼女はずっと割と宝物のように覚えていて、あの彼女にとってはいい先生だっていう、リスペクトしているっていうところもありますよね。あ、そうですね、この両面。あ、そうですね、そこの、なんかそういうところのバランスはすごくあの考えたところではあります、はい、多分ここのバランス命の映画ですよね。そうですね、もうそれを本当にそうですね、それをすごく、そうですね、今までで一番考えた映画だと思います。やっぱりそれは脚本の段階からそこのバランス、はい、そうですね、でも脚本ですね。でもそれは本当になんか映画の形になってると思います。僕もこのバランスなんか感じたことないぐらいむちゃくちゃいいなと思ったんですよ。いや、本当に嬉しいです。そこはでもやっぱりもうなんて言うんでしょう、簡単に答えが出ないようなバランスっていうところをもう必要に置いていったっていう感じですか、狙っていたというか。そうですね、そういうところは本当に、そんな、そうですね、まあそんな簡単に答えなんてね、ないのもまあこれ現実でもあったりもしますし、はい、っていうところはありましたね。もう全部の答えが出ないも終わっていって流れていって、これまあお嬢ちゃんも僕そういうイメージですごく実は見たんですけど、だから二宮さんの中にすごくある感覚なんだと思うんですけど、その体のいい答えが全く出ないまま人生流れていくっていう感じがめちゃくちゃ出てて、あれ逆に泣きそうになりますよ。あのどんな作家でも、もうこの辺でちょっと答え出したくなるよだろうなって思うところ出さないでいく感じ、
それが最後まで続くっていうのがめちゃくちゃ良かったです。ありがとうございます。でもそれはもう本当にご自身でもその例えば伝えるところと伝えないところとか、うん、さっきのその、病名とかもそうだと思うんですけども、そこのバランスっていうのはやっぱりずっと探っていった感じなんですか？そうですね、もうこの映画に関してはもう、うんうん、だからといってなんか、うん、なんか分からない映画にはしたくはなかったっていうのもありますし、だからといってもう分かりやすいものだらけにするのは絶対違うっていう思いで、そこのやっぱバランスをやっぱ本当に考えました。はい、難しかったでしょう。そうですね、結構、うんうん、悩みが、まあ、そうですね、結構考え、うん、また時間もあったんで、そのあ、そっかそっか、もう本当にだいぶ変わりましたね、このこのグランプリを取ってから脚本、はい、この頃はじゃあもうちょっとパキッとした部分があったんですか、最初の脚本って。あ、そうですね、あ、うん、どちらかというとまあ分かりやすい方法だったと思います。はい、じゃ結構変わったんですね、ここから2019年の企画コンペから。そうですね、けども本当に、うん、本当に細かいところとかもいっぱいあるんですけど、うん、うん、そうですね、まあ結構変わったかもしれない。あ、うん、でもすごい興味深いです。うん、ありがとうございます。でそう、その吉本美優さんが演じられた、はい、その平賀みなみがやっぱりそのなんだろう、これもまた二宮さんの心情が乗っかってるっていうふうにも見えるんですよね。はい、っていうのはやっぱりお嬢ちゃん の, 萩原みのりさんが演じられた主人公に、まあ、似てるといえば似てる、うんうん、つながるというか、はい、うん、重なる、うん、ああいう周りの人物像ってどうやって厚みを出していくんですか？特にこの平賀みなみっていう役についてはお聞きしたいんですけど。そうですね、うん、この主人公とそのやっぱ一番対峙して、うん、はい、うん、でやっぱそのもちろん主人公なんですけども、そういう若い女性、うん、の映画にもしたかったという思いもあって。なるほど、それはお嬢ちゃんがつながる部分でもある、うん、あとそうですね、またまあそうですね、自分、うん、あるのかな、はい、けどやっぱそれで、うん、やっぱこの人間がそういうふうに生きてきて、うん、はい、じゃあ平賀みなみは、うん、まあ、どう生きていくのかということで、うんうんうん、そうですね、それで何をどういう人間にするべきなのかというのをやっぱ結構考えて、でけどやっぱりその平賀みなみが喋ってることは本当やっぱ自分が、うん、はい、うん、あ、もちろんその今まで出会ってきたその自分の姉だったり、うん、女性のお話聞いたっていうのもあるんですけど、かなり自分が入ってる部分がありますね。うん、なんか平賀みなみは、はい、尖ってる二宮龍太郎っていう感じがするの。あ、そうですか。あ、うん、そうですね、うん、もうネタバレあれなんで言っちゃいますけど、はい、そのやっぱりラストは本当強烈で、あ、名ラストだと思うんですけど、名ラストシーン、 ありがとうございます。あの辺からもう僕吉本美優さんが定食屋を辞めて中洲で働こうと思っている、はい、あそこですよね、お金貯めたいから夢がある人が羨ましいからみたいなことをおっしゃって、うん、あれ坂のちょっと上でしたっけ、立ってるのって。あ、最後に、うん、どういう感じでしたっけ、あの地形で2人の立ち位置、2人の、はい、あ、もう本当に、平か、うん、はい、平でした、平場所でか、はい、そうか、なんかもう視線の持ち方でちょっと上に見えたのかもしれないな、うーんそう、それであの 目が強烈で、周平に向ける目が、 あそこはもうワンテープで捉えたんですか、あのシーン。そうですね、あそこ、あ、そうですね、もうほぼ1、2、あ、1テイクだったと思う。
あの目とかって脚本段階ではどういう目を向けるみたいなことを書いてたんですか？そういうことも書いてた。あ、脚本どうだったっけな、細かい。あ、けど感情についてはあ、けど目あーと書いてたかな。なんか、うん、その主演向ける目ですよね、うん、書いてたと思うんですが、やっぱそれ以上のやっぱ吉本さんの、うん、やっぱ魅力のあるあの眼差しが、うん、はい、うん、そうですね、もう多分書いてたろうが書いてなかろうが吉本さんはなるほどなるほど、うん、していただけたのかなと。じゃあ現場で生まれたものでもあるっていう、うん、あ、そうですね、はい、うん、で周平、無力な周平ハードボールな目と無力な周平そうだから平賀みなみってそのこれまでの二宮さんの映画の中で出てきた、まあ、あのゲスな男たちと言われた、はい、ゲスな男たちの喋りとかね、はい、もう初期も本当あった、まあでも本当お嬢ちゃんまでもありましたけども、うん、ああいうゲスな男たちの近くにいる女性ではあると思うんだけど、うん、ただもうなんかあの目のようにめちゃめちゃ鋭利で、でやっぱりそのすごく批評的な目っていう僕は思うんですよね、うん、そのやっぱりちょっと引いて自分とか周りを、それこそ二宮龍太郎と重なる目だと思うんですけども、それを持ってるキャラクターがあの周平にあの鋭い目を向けるっていうのが、うん、なんかねもうすごいいいなと思って、もう本当に吉本さんのやっぱそうですね、素晴らしい、うん、そうですね、素晴らしい吉本さん、はい、でもあれって両方二宮さんの気持ちがあるキャラクターってことでしょ、そう、周平も南も、そうですね、その二人が全然違う主体となって、はい、ああいう風に向き立ってるラストってすごいすごいなと思うんですけどいやいや本当にもうそれはもう最初、うん、結婚の段階から、うん、もう最後はあの二人でっていう、あ、そうなんですか、はい、もう最初から、うん、二人が喋って、うんうん、そうですね、で、はい、しかも結論出ないですもんね別にそうですねそれってああいう二人を立たせて最初何かここでちょっとあの結論めいたものを出さ据えようかなみたいな心ってなかったですか？なかったですね、なかったか、最初からもう最初からなかった、はい、もうあのラストだっていう、もうそうですね、ラストはすごいな、やっぱり、はい、ありがとうございます、そうですね、けどまあその、うん、うん、まあ見る方によって本当に、うん、もうどんな見方されてもいいんですが、はい、うん、そのラストはあれでという、はい、言ってましたね。結構脚本には書き込むタイプですか、はい、その映画の中で語られていないようなこともとがきとして、ああどうですかね、書く方なのかな、三石さんに、ね、やっぱとんでもない量の脚本編もらってるんであそうかそうか、どうだったんだ、周りと比べては分かんないけど、うんうん、でも例えばそのこの余白っていう部分も、はい、多い映画だとは思うんですけども、はい、まあ、どういうふうに捉えてもいいっておっしゃったように、はい、そこはでも二宮さんのその思ってることっていうのはでも実はガチッとあるわけでしょ、余白の中にも、開けてるわけではなくて埋まってるってことでしょ。あ、そうですね、はい、うん、それは脚本に結構書いてるんですか、その埋まっている感情っていうの、例えば歩いてるところとか、ただ歩いてるところとか、あ、そのはい、けどそこもなんか、うん、ここはっていうところは説明的に書くんですが、それも、うん、もうあの演じてくださる役者さん、うん、にそのあんまここぞってところ以外はあんまり決めつけはしたくないっていうのもそうですね、うん、あるかもしれないですね。それはやっぱりもう現場で生まれるもの、その役者さんで生まれるものだっていう。そうですね、あとまあその演じていただく方にもよるっていう、うんうん、ただやっぱその脚本としてのやっぱみんなで作る方向性ということで、うん、それは脚本で説明しないといけない部分は絶対あると思うんですが、うん、そこもちょっとまあ
考えて、なるほど、そうです、逆やっぱこの一緒に作る方に伝わらないとそれはいけないので、っていう部分とちょっとその枠といいますか、うん、はい、それはちょっと考えたりはしますね。いやすごいですね、はい、そう、僕さっきだからあれちょっと坂になってたからみたいなことを言ったのは、うん、割とでもなんか坂多くなかったですか？そんなことなかった？この歩いてる場所って。あ、そうですね、坂、あ、けど、はい、あ、どうなんだろう、坂、あ、そう、あ、多かったのかな、けどあれはありましたね。あるはあったぐらいか。そうですね、うん、定食屋で追いかけていく。そう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 、あのなんかイメージがあるからかもしれないですね。うん、立ち位置とかってどうやって決めていくんですか、役者さんの立ち位置。うん、あ、いや、そうですね、まあ、どうだろうな、厳密な方ですか、厳密な、めちゃめちゃ厳密な監督さんもいらっしゃいますけど。あ、いや、まあ、それはもう、撮影、もちろん撮影によって厳密しないといけないところはしますし、うんうんうん、多分そうですね、あ、けど多分そんな、めちゃくちゃ厳密な人ではないと。ではない、割とその場のノリとか、ノリっていうか、まあそうですね、やっぱあとはやっぱ篠宮さんと、篠宮さんですよね、相談しながら、なるほど、まあ、どういう風にやるのが、そうですね、厳密にするとこはしないとっていう。そう、ここをお聞きしたくて、はい、カメラが枝葉のことから続けて組んでらっしゃる篠宮秀俊さん、はい、まあ本当今最も注目される名手だと思いますけど、はい、撮り方がこれまでワンシーンワンカットだったでしょ。はい、もうラストも切り返しなんですよね、はい、その周平と南のこれ変えてきましたよね、撮り方は。そうですね、もうこれはもう脚本の最初から、うん、こういう風に、ワンシーンワンカットでは撮らないっていう。それなんでなんですか、なんか気持ち変わったんですか。そうです、このやっぱ周平とやっぱ周平に、うん、がこう出会う、うん、この影響を与え合う人間同士のやっぱ表情を切り取る映画にしたかったって。なるほど、なるほど、うん、うん、うん、だからもう本当にそうですね、もううん、ひたすらそうですね、それはもう最初から決めてました。もっと役者さんをフレームの中に愚直に捉えるというか、はい、もうボンと役者さんを映画の中に置きたいみたいな、で、うん、顔表情を捉えたいっていうようなところを優先されたっていう感じ。そうですね、優先、優先というか、もうその、うん、その表情を映していくあれですね、その、うん、優先なのかな、優先ってるんではないのか。そう、でも本当にそういう世界の映画にしたいっていう感じですかね、うん、はい、そこがやっぱりかなり違いますよね、見てて思いました。はい、これまでのワンシーンワンカットと、あ、今回割ってると思った時にやっぱりでも本当より顔目とか、うん、それぞれのすごい印象深くなる、うん、印象深い映画になったなっていうふうに思いました。でもそれはやっぱり意図としてあったってことなんですね。そうですね、うんうん、だからこそそのちょっとそのそうですね、そのやっぱ間っていうのは大切だなという、その、うんうんうん、これの、うん、切り返しの、そうですね、それは、はい、考えました。そう、はい、その間っていうのが前のそのズームの時にもおっしゃってたけど、今泉さんからのパクリでね、点々って言うたらパクリじゃあじゃあその書き方のね、そうそうそう、そのいただきで、点点点って書くのが今泉さんめんどくさいから、めんどくさいかなって言ってたっけ？言ってた、違うからごめんなさい、言葉悪くて、もう待って書いちゃう、間ってね、うん、書いちゃうっていうのを今泉さんが考え出して、うん、でそのサットティーに出られた時に、うん、待って書いてるっていうのを見たんですよね、井上さん。そうですね、待って書いてる、ほぼ他の今泉さんの脚本も、あ、見てるから、ほぼ待って書いてるから、でご自身も使うようになって。
で今泉さん、今泉組を体験してる役者さんが二宮組に来るとあこれっていう風になるっていうような、あいやというか自分 のスタッフさんに言われる、あそうかそう、スタッフさんか重なってるとあこれ今泉さんの書き方みたいな、うん、あれもしかしてみたいな、そうですっていう、はい、そうですっていうような、はい、うん、そう、いや今まで あのワンシーンワンカットので作る間と切り返しの間って変わってきますよね、はい、あそうです ね, ね の、はい、うん、そこはじゃあさあどうするみたいな、一つまたテーマが増えたぞみたいな感じだった、そうですね、うん、うん、はい、やっぱこう、うん、重要だなという思いで、うん、そこは篠宮さんとお話しながらっていう感じだったんですか、うん、あそうですね、あけどそこは間に関しては、うん、まあまあそうですね、篠宮さんとお話し、うん、しながら、はい、まあ、考えを伝えてっていうのは篠宮さん、あ、そうですね、うん、はい、2人 その撮影のコンビネーションということでいうと、やっぱり結構枝葉で篠宮さんと組まれたから変わりました、いろんなことが。いやもう本当にもう毎回もういろいろ勉強させていただいて、うん、大尊敬する大先輩ですので、うん、あそうですね、ちょっと年齢上ですもんね、そうですね、うん、平波さんと同い年だから、はい、78年組かな、平波さん、あ確かにそうそうですよね、はい、うん、86年ですもんね、ああ、ありがとうございます、うんだけどそう、あの本当でもその、 あの魅力の人間って結構会話劇っていうところだと思いますけど、はい、枝葉のことであの本当ただ歩いてるあのすごい北野武みたいなあのだっていう表現がいっぱい出たリトル北野だって言われたあのショットが生まれたりとか、はい、いろんなことが変わりましたもんね、確かに篠宮さん入られてから、ああいうのもでもその現場でなんかやっていくうちに2人の間から生まれてきたものなんですか。あそうですね、うん、あそういう部分もあると思います。じゃあそれ意外だとどういう感じ。え意外、意外、そう、あのそういう部分もあればそうじゃない部分もあるってことでしょ。あけどまあそうですね、あけど現場で、まあまあ、そうですね、まあ、ゴーシュタイン、うん、あだからまあ自分の気持ちをお伝えして、ああそうなんだ、基本はじゃあその魅力の人間までは割と埋めてたけど、ちょっとここを余白にしたいっていう変化は二宮さんご自身で訪れてそれを篠宮さんに伝えるっていうような流れだった。ああだからまあそうですね、あの、どうしたいっていう、うん、はい、ことを、自分が伝えて、けどそうですね、けど前まではそのワンシーン漫画といえば現場での、はい、あのことはあったんです。今回はその、うん、カット割りも、うん、あの決めて、うん、あのもう最初からこうしたいというのは現場に入る前からに決めて、はい、もうあとはもう現場ではもう篠宮さんの、はい、うん、素晴らしい撮影でっていうそういう感じでしたね。はい、結構じゃあその絵コンテとか描かないですよね。あ一回描いあの絵が下手くそすぎて今回ちょっと、はい、ちょっと描いた、あ描いてないです、描いてないです、結構描かなかった。だけどもワン、全部のシーンどうやって撮るかっていう話はちゃんと最初ちゃんとして、はい、まあ、絵は描いてないです、絵は描いてないけど、はい、まあちょっとアイデアっていうのを形にしてお渡ししたみたいなところはあるんですか。そうですね、あのお話しして、はい、あお話しする形で、はい、なるほどな、うん、結構だから違いますよね、そう思うと。やっぱりどんどん作風も変わってきてるっていうのが面白いなっていうふうに思います。ああ、うん、松重豊さんが、はい、そう今はそうこれまでと違うなと思ったもう一つありました、はい、そのこれまで男同士の喋りがあるとゲスな話してたじゃないですか、絶対ロックでもない話絶対するじゃないですか男同士、はい今回、はい、でもその松重豊さんが演じるバイク屋さん元同級生と、うん、石田って役、はい、ゲスな話にならないですよね。多分それは何ですかね、年齢あれはだから僕初めて見るシーンでしたね、その二宮龍太郎の映画で、あの三石さんと松重さんが飯食うシーンとか、あの感じ初めてですよね。そうですね、けどそれも本当にゲスなことは
ダメだとか思いも何にも考えずに自然になってきました、ね、自然にそうだった。もうそんないつも前から出たようなこと書けるわけないじゃないかみたいな別のシーンですもんね完全にね。今までそうですね、うん、若い人間たちだったんでやっぱ、うん、若い人間そうですね、そんな話しかしてないと思いがあったかもしれないですね、もしかしたら。だからあのシーンは割とその意味では何だろう、もう本当にあの等身大のあの年齢の男性お二人が映ってるという気がしたんですけど、いかがですか。あ、そうですね、まあそれを言う、それを目指した、目指したから、ね、そうおっしゃってくださって、はい、嬉しいです。その自分の黒いものは載せないよみたいなこのシーンは載せないぞという感じがそうですね、だからそうですね、うん、でもすごくやっぱりあの空気感いいですよね。家族とか学校もあるとまた違う空気感っていう。あ、でもそれは本当にあの三井さんと松重さんのあの2人の本当に、ね、そのなんていうんですかね、2人の空気感が本当にすごい、うん、素晴らしくて見てても本当にニヤニヤしちゃいます。ああ、わかる。やっぱそうなんだ現場でも、はい、うん、でも映画も本当そう。お二人実際もあのご出身も近いし、うん、仲いいって感じですよね。はい、それこそあの青山真司監督の北九州サーガとか、うん、そう、ああ、そうですね。そうですよね。そうか。でもやっぱり結構だからあの割と地元出身の方が多いですよね、今回その。俳優さんも。そうですね、あの、うん、そういう地元、そうですね、あの北九州だったり、まあ、あの福岡だったりの方に、たくさん出ていただきたいなという思いは最初からありましたね。やっぱりそこはもう意識してキャストも選んでいたところありますか。そうですね、全く、うん、そうじゃない方もいらっしゃるんですけど、うん、基本的に、うん、なんかそういうせっかくその辻さんの地元で作るんであれば、うん、もう本当北九州に本当に住まれている方も、うん、はい、いっぱいあの出ていただいたりして、うん、はい、冒頭のシーンはね家族が出てるけど、ご両親が出てるけどだから両親以外は北九州の方なんで、はい、でもねなんで出してたんだろう両親いらないんだろう神奈川県から呼んできましたね。あ、そうですそうですね、はい、でもやっぱりあの本当普通に思いましたよ、あの地元の言葉話す映画っていいなって。あ、そうですね、うん、それやっぱありますよね。そうですね、本当にそれがもう本当にこの映画のやっぱ魅力の一つで、うん、もう自分は全然わからないので、うん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 、三井さんにいろいろあの教えていただいたりして、うんうん、でもその自分が出身じゃなくても僕もその関西ですけど、うん、あのまた言葉は違いますけど、うん、でもやっぱわかりますでしょ、いろんな映画見て、日本映画見てて、うん、この人なんか字じゃない言葉を喋っていて、あんまりこなれてない時があるとかっていうと、やっぱりちょっと違和感ありますもんね。それがやっぱりないっていうのも、うん、でその空間地形ロケ場所も本当その生活圏のところをあの切り取ってらっしゃるっていうのはすごいなと思いました、うん、ありがとうございます。で今回そのそうこれも触れときたかったんですけど、やっぱりあの音楽とか劇伴は今回も使っていない。あ、はい、うん、これは一貫してますよね、うん、そうですね、うん、その絶対そうじゃなきゃ嫌だっていう思いではないんですが、ではないんだ、うん、毎回まあそうしてるってことはそういうことですよねいやいやいや、もうねいつ使うのかなって思ってる本当に今回はだから曽我部圭一さんが、はい、あの本当でもエンドロールだけですもんね。あ、そうですね、うん、はい、もう劇中では全くやっぱり使ってなくて、はい、うん、これってなんかでも最初からそういう意図ってあったんですか、その映画を撮るときにもう音楽はつけない俺の映画みたいなところだってありました、勝手になったみたいに。いや、やっぱりそのまで切る限りやっぱ現実に近づけるためにっていうことで最初、うん、そうですね、うん、そのうん、まあそういう、そうですね、最初からそうだったと思います、はい、うん、っていうのはあのまたこれあの初期出会い初期話で恐縮なんですけど、あ、はい、あのドキドキする、はい、ケンロウジ監督を好きって言ってましたもんね、その時から。あ、そうですね、うん、その時は
意外って僕言ってたと思うんですよ。あ魅力の人間とか社会人を見てた時には、はい、え、剣道って好きなの意外だなみたいなこと言ってたと思うんですけど、はい、今意外ではないです。でもその辺のやっぱり影響ってのはありますよね多分。そうですね、もう本当にもう見てきた映画の影響だらけだと思います、うんうん、はい。だからそのそれこそあのカンヌっていうところもつながりますけど、ダルデンの兄弟とかも好きなんですもんね。ダルデンの兄弟、うん、そうですね。そうでもない。いやあのあ全部あのもうあの毎回映画館で見てます、はい、そう今泉さんが二宮さんにダルデンの兄弟だったら二宮どれが好きなのって聞いたみたいな話してたから。あ、なるほど。どれ好きなんですか。イゴールの約束。イゴールの約束、ね、あ、最初の。そうですね、まあ、最初の方というか、はい、うん、厳密に言うと、はい、うん、ロゼッタとか。あ、そうですね、はい、やっぱり純度の高いあの辺が、うん、そうですね、うん、ちょっとそのそうですね、うますぎるって部分はありますよね最近。そうなってますよね。そのやっぱその、うん、物語の展開が、うん、うんうん、っていう、あ、全然好きなんですけど。いやでもそういう部分もあるかなって。最近は職人っぽくなってますもんね。やっぱりでも純度が高い映画の方がお好きってことですよね。純度、うん、なんかわかんない、思いみたいなものがもうちゃんと出てる映画っていうか。ああ、それはあるかもしれないですね、うん、はい、そのなんかテクニックで転がしてるような映画じゃなくてみたいな。いやいや、そんなことはないと思うんですよね。わからないですけど、はい、うん、でもそのそう、でも本当ね、二宮さんの映画って全部純度が異常に高くて。 ありがとうございます。でもそれって本当に今泉さんとかもそうだ、三宅さんとかもそうだと思いますけど、うん、あのやっぱり同業者が驚くタイプだなと思うんですよ。いや、嬉しいです。そう、本当こんな風に映画撮れたらなって思う同業者いっぱいいると思う。勝手に言ってるんですけど。いやいや、本当にありがとうございます。オール 100% 想像で言ってるだけです。ありがとうございます。でもそんな気しますけどね。いや、うん、いや、そんな風に言って嬉しいです、はい、うん。だって今泉さんからジョン・カサベテスだねって言われてましたもんね。え、この前ですか。そうそう、ジョン・カサベテスじゃんみたいな。その俳優やってる時にお金稼いでうんのみたいなこと言われて、違いますよみたいなこと言って。絶対そんな、本当ね、ひどいですよね。ひどいこと言ってましたよね。いやいやいや、バイトしてるみたいな。いやいや、そんなことあるわけないじゃないですか。いろんなとこに出てますもんね。いや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 、俳優さんとしてめちゃめちゃ見ますから。いやいや、うん、本当にそれをバイトしてるなんてひどいな。バイトで、バイトではないですよ、ね、そんなことない。一生懸命もちろんです。一生懸命やってますよね、はい、どの組でもね。もちろんです。ちょっとカンヌのことも聞きたいんですけど、はい、いかがですか感触は。上映したアシッド部門、うん、いやもう本当にそうですね、やっぱあの、うん、初めて行かせていただいたんですけど、うん、やっぱ、うん、あ、本当に映画好きな人だけが集まる場所みたいな、うん、そうだと思う、はい、いや本当に、うん、なんか本当にもうあの年齢関係なく、うん、熱い方に上映後とかをあの話しかけていただいて、うん、うん、すごく嬉しかったですね。なんか興味深い反応とかありました？あっと、そうですね、けどやっぱり、若い女性の方に、まあ、自分の父親にも当てはまるし、多分その平賀みなみっていう、うん、あのキャラクターにも共感できるっていう。最高ですね。そうですね、その若い、方になんか、伝わったのが、そうですね、嬉しかったですね。それはフランスの方なのかな。あ、そうだと思います、はい、うん、すごいじゃないですか。じゃあ、いやいや、完全に言葉とかを超えてる、うん、いや本当に嬉しかったです。もう本当にずっと嬉しいが続いてましたね。で気づいたらそんな焼けちゃってたの。ずっと嬉しいが3の10日ぐらいで。そうですね、はい、結構見たんでしょ作品も。あ、そうですね、はい。なんか良かったやつとかあります？よかったやつ、うん、今後のために教えてほしいんですけど、これから見れるから1年ぐらい。あ、そう、おすすめ、おすすめ、うん、あ、剣道地、あ、
やっぱりしました、はい、良かったですか、うん、そうですね、うん、はい、ケンロウチは、うん、あと役所さん、あ、ベンダースも、ベンダース、うん、もう本当に街で歩いてたら本当にあの、うん、お見かけして役所コーチだみたいな、で、うん、あの三石さんとも知り合いでもあるので、だからその、はい、監督やってますみたいな、あ、言いに行きましたか、うん、本当になんかもう結構毎日のようにこのお見かけできちゃったりして、うん、すごいそのこんなことあるんだろう最高ですね、そうですね、本当になんかちょっと、うん、そうですね、浮かれちゃって、昨日あの、そ、あ、どうもみたいえ、是枝さんの、是枝組にはお会いしました、怪物組、あ、自分はそうですね、あと結構最初だった、あ、そうかそうか、そうかそうか、はい、なるほど、ね、 でも授賞式までいたんでしょ、あ、その日に、そうなんだ、っていう、あ、そう、ね、なるほどなるほど、でも満喫したって感じですよね、そうですね、はい、いや、そうですね、こんな経験ないですね、ロカ、枝葉の時のロカルノとはまだ結構また違いました、だいぶ、あ、そうですね、けどロカルのお客さんもすごく、うんうん、あの時でやっぱりかなりね反響がすごかったっていうふうにお聞きしてるから、そうですね、うん、とまたな、何が違うのかわかんないですけど、またやっぱ今回は違いましたね、やっぱ、なるほどな、はい、もうあれですか、生活変わりました、だいぶ、何にも変わらないです変わったでしょ、変わってないですか、何にも変わってないですはい、ただまたそうですね、ちょっとコツコツとやってきますえ、でも充実してるでしょ、だいぶ、いやー、なんかそうですね、それがなんか、うん、どうなんですかね、なんか、うん、充実してんだろうないやいや、なんかポーポーってしちゃってますね、なんか普段でもそう、うん、はい、ね、割とだからやっぱりその初期とか見てると、はい、その自分の黒い感情だとかがこうモチベーションになってるようなところも少なからずあったと思うんですけども、はい、やっぱりいろいろ変化してきてるなというふうに思います、うん、うん、ああ、そうです、うん、でも穏やかになってきたのかなっていうふうに思いますか、それはちょっと嫌なの、いや全然嫌じゃないですけど、いや全然嫌じゃないですけど、そのえ、じゃあそんな前尖ってたっけあ、そうか、いや、映画は尖ってましたよ、やっぱり、映画は尖ってたと思う、あ、確かに、あ、そうですね、うん、いや、ご本人はずっと言い方だなと思ってますけど、僕はずっと好きですけどでもその映画は本当尖ってたけど、まあ、今もね、逃げ切れた夢は、まあ、逆に言うと今まで一番尖ってるという言い方もできると思うんですけど、表現としては本当すごいと思うんですけど、はい、ありがとうございます、でもやっぱりそのまろやかな味もいい具合に出てきてるので、すごいいいなと思います、普段あれでもその俳優さんの仕事がメインになるでしょ、あ、そうですね、もう作ってない時はもう、うん、はい、かなりの日数現場に入ってます、今撮影、いや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 、そうでもないですか、そんなそんな、はい、うん、でもそういう中で例えばこあの逃げ切れた夢もそうだと思うんですけども、そのご自分の映画監督作っていうところのその、構想なども膨らませていってるっていうような日々なわけでしょ、あ、まあ、そうですね、うん、次回作の構想とかってもうあったりします、いやーけど、まあ、なんそうですね、けどやっぱりこうずっと頭の中で考えてはいるんですけども、うんうん、ちょっとそうですね、いやこうじゃない、ああじゃないっていう、そんな、うん、そういう日々を過ごしてます、あ、そのこう頭の中でいろいろ渦巻いてるんですね、そうですね、うん、はい、でもちょっと本当次もう二宮さんの新作はもうみんなあのコアなファンが本当多いと思うんで業界内外すごい楽しみにしてます、次も、いや、もう気が早いですけど、いや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 、本当に嬉しいです、ちょっと本当頑張りますとりあえずね、はい、これが逃げ切れた夢、本当傑作なんで、いや、ありがとうございます、皆さん見ていただきたいですよね、いや、本当見てほしい、来ていただきたいです、うん、ですよね、はい、もう今後もじゃあちょっとめちゃくちゃ期待しておりますということで、またお話しさせてください、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました、二宮竜太郎監督でした、はい、ありがとうございました